本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本ようやくチャンネルのたけみです。本日は腸内細菌が悲鳴を上げる最悪な行動5000という動画より特に腸内細菌が泣き叫んでしまう最悪な行動を2つピックアップしてご紹介していきます。腸活という言葉を最近よく耳にするように最近では 健康における腸の重要性が広く認識され始め腸内環境を良くしようとか腸内細菌のバランスを整えましょうということがさまざまなところで言われておりますよね皆さんもよく耳にしていることでしょう 実際、腸の重要性を強調する本や論文は大量にあって、もはや腸の健康なしでは健康を語れませんというぐらい、腸を健康にすることは健康になるための最重要課題となっているんです。例えば 超科学、健康な人生を支える、最近の育て方という本の中で、スタンフォード大学の微生物学者であるジャスティン・ソネンバーグ氏とエリカ・ソネンバーグ氏は、本書の中で、腸内細菌の重要性を強調し、次のように述べているんです。今日、人マイクロバイオームの研究は、医学で最も注目を集める分野で、生理学の理解に真の革命を起こしつつあり、健康増進と、 疾病管理に心風を吹き込むだろうと大きな期待が寄せられている腸内に住む細菌や心菌は人体と環境間で起きる相互作用を決めアレルギーや自己免疫疾患の発症や予防にも関わっている肥満や糖尿病を引き起こすのを防ぐのも体内の炎症を抑えるのも悪化させるのもこれらの細菌だ 腸内細菌が健康と幸福に欠かせないという証拠は豊富にありこのことは生活習慣や医療食事に関わる選択をするときには腸内細菌に与える影響を慎重に考慮する必要があることを意味するさていかがでしょうかちょっとね難しい文言でしたが私たちは普段生活しているときあまり腸内細菌を意識していないかもしれないが自分の行動が どのように腸内細菌に影響を与えるのか。 どうすれば腸内細菌が喜んでくれ、そしてどうすれば腸内細菌が悲鳴を上げてしまうのかということをしっかりと認識しておく必要があるんですね。また、医学博士である枝明さんの新しい腸の教科書、健康な体はすべて腸から始まるという有名な本の中でも腸の重要性が強調されているんです。枝博士は本書の中で次のように述べております。最近になり腸は 全身に大きな影響を与えていることが分かってきました腸は全身の臓器とつながっておりお互いに影響を及ぼし合っているのですつまり腸について理解し腸を整えることは全身の健康につながり健やかに長生きするために必要不可欠の課題と言えます 腸を整えることで今までよく分からなかった体の不調がもつれた糸がほどけるように良くなりますまた腸の不調や病気の症状がない人でも腸をリセットすることで認知症やパーキンソン病などの脳の病気 動脈交換などの血管の病気、肝臓癌や大腸癌などを未然に防ぐ未病の対策として役立てることができます。さて、いかがでしょうか昔はね、腸内細菌は腸にしか影響を与えていないんでしょと思われていたわけなんですが、近年の研究などによって腸は全身の健康に大きな影響を与えているんだということが次々に明らかになっているわけなんです。 まあだから当然のことですが健康になれたければ腸を健康にしなければいけないということになるんです。 これはととても重要な知識だと思うのでぜひ最後までで見ていっていい。っくださいそれでは切り抜き動画スタートでです。それでは次2つ目の腸内細菌が悲鳴を上げる最悪な行動悪玉菌をもてなすについて解説していきたいと思いますさて先ほどねビールの説明のところで炭水化物や糖質といったものは悪玉菌の餌になりますからビールで炭水化物を摂りすぎていると腸内細菌のバランスが崩れて腸の状態が悪化してしまう そもそも生成された炭水化物とか砂糖がたっぷり入ったスイーツお菓子ケーキシュークリームなどといった糖質がたっぷり含まれているものは健康全般に悪いんだということをこのチャンネルではすでに何度も申し上げてきております。 健康全般に悪いんだから当然腸にも悪いだろうということは皆さん納得できるかと思いますのでここでは炭水化物や糖質を取り過ぎることの悪影響についてはあまり詳しく解説せず他の腸内細菌が悲鳴を上げる最悪な行動の解説に時間を使いたいと思いますですので結論だけ申し上げると糖質中心の生活は腸内細菌に大きな悪影響を与えてしまいますから腸のためにもそして 健康全般のためにも糖質中心の生活は控えるべきでありますそれではここまでで2つ目の腸内細菌が悲鳴を上げる最悪な行動悪玉菌をもてなすについての解説を終わりにして次に行きましょうかそれでは次3つ目の腸内細菌が悲鳴を上げる行動餌を与えないについて解説していきたいと思いますさてこれを聞いてくださっている皆様ならば食物繊維が腸内細菌の餌になるということはすでに 知っていいるかと思います腸のために食物繊維を食べましょうというのは最近あらゆるところで言われていることですし皆さんも納得できる話だと思いますのでここではサクッと解説するにとどめておきます腸内細菌は私たちの健康を支えてくれている大切な大切なまさに友人みたいな存在ですから食物繊維をあまり摂取しないということはその大切な友人に ご飯を与えていないというねなんともひどい行為をしていることになるんです私たちの健康に役立つ腸内細菌にしっかりと働いてもらうためには彼らにねまずしっかりと餌 ご飯を与えてあげななけければいけないんですだから私たちは彼らのために食物繊維を食べなきゃいけないよという当然の話なんですではどんな食べ物を食べれば食物繊維をしっかりと効率的に補充することができるのでしょうかさまざまなメディアでも有名な順天堂大学医学部教授である小林博之先生が書かれた20歳若返る食物繊維 免疫力がアップする健康革命という本の中で小林先生は食物繊維が非常に豊富に含まれている食材をご紹介してくださっております簡単にまとめてみると食物繊維が豊富に含まれる食材は次のようなものになります食物繊維が豊富な食材1野菜類特に食物繊維が豊富なのはパセリごぼうオクラ ブロッコリー、ほうれん草、人参などの野菜になります。二つ目は果物であります。特に食物繊維が豊富なのはアボカドやグアバー、レモン、ブルーベリーなどでございます。三つ目は豆、大豆類でございます。特に食物繊維が豊富なのは 豆豆ンン豆や小豆大豆でございますこれらは根菜や芋類以上の食物繊維を含んでいるそうですそして4つ目の食物繊維が豊富な食材は手術類でありますアーモンドやピスタチオカシューナッツなどは完食に取り入れるのがおすすめですそして5つ目はキノコ類6つ目は 海藻類でございます。さていかがでしょうか皆さんはね今ここにあげてきたような食材をこれまで食べてきたでしょうかぜひね私たちの大切な友人である腸内細菌に餌を与えなければいけないんだという当たり前の事実に基づいてこれまで大切な友人に餌を与えないというひどい仕打ちをしてきたあなたは今心を入れ替えていただいてこれらの食材を積極的に食べていただければと思います さて切り抜き動画いかがでしたでしょうか続きが気になるよという方は概要欄に続きの本編の動画のリンクを入れておきますので是非そちらからチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました